クモランは、卵化クモラン族の他人層。樹木の枝に着生する着生植物。葉がないことで知られている。花形はごく短縮して、根は茎から放射状に出る。根は、長さが2から3センチメートルで、ほとんど枝分かれせず、樹皮に密着する。やや扁平になっており、白っぽい緑色をしている。葉は、全くない。光合成は、 根が行っている。初夏に花が咲く。花は中心部から立ち上がる1センチメートルにも満たない、花形状につき、緑色で2ミリメートルほどの長さしかないため、全く目立たず、よく見ないとあるのかどうかもわからない。果実はもう少し大きくなる。名前は根を広げている様子を虫の雲に見立てたものである。日本では関東以西の本州から琉球列島まで分布する。 国外では、朝鮮、中国から、ヒマラヤ、マレーシアにかけて分布する。樹木に根を広げて着生する。大々にして、多数が集まる。細い枝の場合、その表面がこの植物の根で覆われているような場合も、見かける。必ずしも森林でなくてもよく、山間部では、集落の中の木にも見ることがある。梅の木には特によく見かける。卵化の植物や、 着生植物には観賞用に栽培されるものが多い。両方を兼ねているものはなおさらである。このクモランの場合もこれに当たるが、この種の場合、はっきり言って、観賞価値は皆無に近い。花は地味というより、見えないし、姿は確かにユニークではあるが、目立たない。むしろ他の着生卵の葉が枯れた姿に近い。それでも単に着生卵というだけで栽培したがる、人間もいる。 しかし、この種は着生場所から引き離した場合、絶対と言って良いほど再活着しない。一説によると樹皮に住む菌類と共生関係にあるとも言う。そのため採集するなら枝ごと切り取るしかないが、切り落とした枝は湿った状態に置くとすぐ腐ってしまうため、持ち帰ったとしても長期栽培はできない。種子を庭木にこすりつけたところ、発芽した例がある。ただ、 とにかく目立たないために、そもそもなかなか発見されない。したがって、最終圧は他の着生卵ほどではないと見られるが、それでも個体数は減っている。これはむしろ生育環境の悪化によるであろう。道路が拡張されたり、周囲の森林が切り開かれるなどすると、たちまち見えなくなってしまう例がある。生育環境の乾燥の影響が大きいようである。 ありがとうございます。